俺がプロの時はさ、コロナがやばかったからさ、オフラインのイベントはなかったよ。で、いつもオンラインでやってたからさ、本当に俺がプロやってた時は、うちのチーム以外全部ゴミって思いながらゲームやってたからさ、実際そうだったし。いや、昔のエイペックスは、アジアの中ではそんな強いチームなかったよ。昔はね。うちもそんなうまいっていうか、普通に他のチームよりフィジカルが強かったから、それで勝った感じやん。昔は頭もフィジカルもなかったからさ、他のチーム。それでイージーだった。だってさ、どんだけイージーかって言ったらさ、本当にさ、1ヶ月ぐらいさ、バルだけ当てて、あ、明日大会だった、エイペックスの。ああってなって、その感じで大会勝った時もあるからさ。俺とラスト、バルめっちゃやってて、いや、レイディアント、よしって感じで、バルずっとやってて。待って、今考え見たらさ、明日大会だった、エイペックスの。おー。いや、実際さ、その時のエイペックスはさ、マジで、大会的に終わってるゲームだったよ。チームもそんななかったし、なんかいつもオフライン大会しますって言ってるのに、全然やってなかったし、コロナのせいで。人もいないし、ゲームも楽しくないし、そう、まだ KR だけのところ。なんかさ、違うよね。例えば、今さ、アメリカチームとかヨーロッパチーム強いじゃん。Apex の。それって、アジアはね、いろんな強いチームがいっぱいあるから、なんかできな、なんかそれがじゃなくて、なんか、他にさ、アジアでさ、強いチームがいっぱいあったらさ、マジで練習になるし、いろいろ練習できるんだけどさ、お互い練習になるんだけど、アジアはそんな、マジで強いチームがない。アメリカとかは、ヨーロッパは、プロのたちは、普通の個人からするスクリームだけじゃなくて、いろんな大会、小さい大会からいろんなスクリームいっぱいあるのよ。で、それで強いチームもちゃんとあるし、めっちゃ、なんか、お互いめっちゃ練習してるからこそ、アジアより上手くなってる。めっちゃちっちゃいな大会から、いろんな、マジで大会がいっぱいあるのよ。ちっちゃいやつ。そこで試していろんなことができるから、大会の経験が、うちより2倍、3倍、4倍になってるから、それで強くなるのが早い。アジアより。あと、その分、人数も多いし、プロの方。アジアは、あんま少ないじゃん。チームも、メンバーも、なんか、その差があるね。